子供の子育てパート2、褒め方、叱り方です。子供のまーちゃんです。はい。前回はですね、褒めて伸ばすには要注意というね、褒め方にもいろいろありますよということで、今日はですね、3種類の褒め方、どれが正解？っていうことで、考えて、いきたいと思います。褒めるとは、他者の成果やパフォーマンス、あるいは特性に対するポジティブな評価のことを指します。つまり、評価している側の人の主観で相手の良し悪しを決めることなのです。そうですね。大きく分けて褒め方には3つあります。1つ目、おざなり褒め。どういうところがどういうふうに良かったのか具体性に欠ける、中身のない表面的な褒め方をすること。例えば、すごいね、上手だね、かっこいいねとかっていう感じですね。はい。2つ目、人中心褒め。性格、優しさとか気遣いとかね、能力、頭の良さ、足の速さなど、外見、顔、体型などといった表面上の特徴を中心に褒めることですね。ああ、こっちに入るんだな。かっこいいねは。かわいいね、頭がいいね、優しいね、っていうのはね、こっちに入るんですね。ということは、おざなり褒めは適当な、すごいね、上手だね、あとなんだろうな、かっこいいねとかっていうことなんですね。で、プロセス褒め。努力、過程、試行錯誤した手順を中心に褒める。頑張って最後までやりきったねとか、失敗しても諦めなかったねとか、いろいろな方法を試したんだねとか、その人がやったところを一つ褒めてますね。例えば、ご飯をこぼさずに食べた子供に、すごいすごいというだけなのが、おざなり褒め。お利口さんだねというのが、人中心褒め。こぼさないようにスプーンの持ち方を変えてみたのねというのが、プロセス褒めとなります。なるほど。おざなり褒めと、人中心褒めが NG な4つの理由。おざなり褒めと人中心褒めには4つの問題点があります。1つ、褒められ依存症になる。ほう。2つ目、興味を失う。3つ目、チャレンジ精神が低下する。4つ目、モチベーションが低下する。はい。なんか、わかりますね。なんか適当に言っていればいいんじゃねえのって感じで言われてる感じに聞こえるのかもしれませんね、心理的には。順に見ていきましょう。はい。1、褒められ依存症になる。褒められないと自信が持てず、外部からの承認でしか自分の価値を見出せなくなります。例えば、絵を描いて親に見せたとき、上手、絵の天才だね、と言ってもらえないと、自分の絵はダメなんだと思うようになります。また、常に認められたい、褒めてほしいという承認欲求が強くなるため、褒められなかった場合に不機嫌になったり不安になったりするのです。そうだね、そういうことになりますね。ああ、なるほどな。ここがあるんですね。はい。2つ目、興味を失う。上手ね、すごいすごいと言われ続けると、子供は褒めること自体に快感を覚え、どうしたら次を褒められるかなと考えるようになります。その結果、褒められるためだけに行動するようになり、せっかく楽しいと思っていたことにも意義を感じなくなってしまうのです。例えば、自分の描いた絵を上手ねと言ってもらえなくなった途端、褒められないからもう絵は描きたくない、描かなくていいや
と本来は好きだったはずのお絵描きをやめてしまいます。三つ目、チャレンジ精神が低下する。褒めるというのは他者からの評価が基本です。大人でもあなたは仕事ができる人だね、などと周りに褒められるとプレッシャーを感じすぎてしまうことがあるのではないでしょうか。子供も同じです。そして周囲から評価が下がることを恐れ、失敗を避けるためにチャレンジすることを躊躇するようになります。例えば、頭がいいねと言われ続けると、万が一失敗したら賢いというイメージが崩れてしまう。というプレッシャーを感じ、言い訳が多くなるなど、周囲の評価から自分を守ろうとします。プライドが出てくるというね、余計な。夢だなこれ。四つ目、モチベーションが低下する。努力の有無に関わらず、いつも上手と言ってもらえたら、自己評価をする必要がなくなります。その結果、子供は頑張らなくても良いと思うようになり、努力をして何かを成し遂げることの必要性を感じなくなるのです。例えば、心を込めずに描いた絵に対して大げさにすごいすごいと言われることで、この程度で良いのだと思い、バカボンのパパか。上を目指すことをしなくなります。ということですね。それで、この3つの褒め方の研究っていうのがありまして、研究例で、デューエック博士とミューラー博士。ミューラー博士は、こう、保育士試験でも出ます。すごい、有名な方です。研究内容、128人の小学5年生を3つのグループに分けて実験。子供たち全員に IQ テストを受けてもらい、テスト後にそれぞれのグループに3種類の違った褒め方をした。グループ1には、こんな問題ができるなんて頭がいいね、と能力、人中心を褒め、グループ2には、問題を解くために諦めずに頑張ったねと努力、プロセス中心を褒め、グループ3にはよくできたねとおざなりに褒めてみた。グループ1、人中心褒め。グループ2、プロセス中心褒め。グループ3、おざなり褒め。子供たちに次に挑戦する問題について簡単なテストか難しいテストを選んでもらうように聞いてみた。結果、能力を褒められたグループ1の 67%、 人中心褒めですね、が簡単なテストを、努力を褒められた子供たちグループ2、プロセス中心褒めですね、が 92% が難しいテストを選択、チャレンジしましてね、おざなり褒めのされた子供たちグループ3、適当に褒めた子供たちは、選択は半々に分かれた。今度は子供たちに先ほどより難しいテストを解いてもらって、あまり成績が良くなかったことを伝えた。その子供たちにこの難しいテスト問題を解き続けたいか、楽しかったかを聞いてみた。結果、能力中心とおざなりの褒め方をされた子供たちの多くが、これ以上続けたくないと言った上に、問題を解くのは面白くなかったと答えました。1番、3番ですね。一方で、努力を褒められた子供たちの多くが、もう少し長くテストを続けたいと言った上に、問題を解くのは楽しかったと答えたそうです。そして最後に、子供たちに最初に実施したテストと同等レベルのテストをもう一度実施しました。その結果、能力を褒められた子供たちグループ1の成績は、人中心褒めね、最初と比べて約 20% も低下しました。一方で、努力を褒められた子供たち、
グループにですね、プロセス中心褒めの成績は約 30% も上昇しました。かなりですね、3割だから。おざなり褒めのされた子供たちグループさんですね、の成績には大きな変化はなかったと。こういう結果が出ました。これをまとめてみると、努力を褒められた場合、失敗の後にもチャレンジする意欲が姿勢、グロースマインドセットっていうんですけども、を見せる子供が多かったんです。逆に能力を褒められたり、おざなり褒め方をされたりした場合、チャレンジに直面した時に消極的で挫折する、クローズマインドセット。ね、クローズ。オープンとクローズ。ね。で、あとグローズっていうのはね、子供たちが多かったんです。この実験の結果からわかるように、人中心、能力やおざなりな褒め方をした場合、子供の上昇志向を止めてしまう可能性があるという結果が出ましたと。不思議なもんですね。こういうのありますよね。アメリカ、まあ本当アメリカってこういう、アメリカって外国かな、こういう実験とか本当好きですよね。生徒10人、20人、10、まあ、簡単に、10人の1グループと10人の2グループを、ゴルフ場に連れてってね、1メートルぐらいかな、3メートルか1メートルか、そこら辺のまず、パターで、まず球を打って、入れるっていう、ゲームをしましょう。で、たくさん入れた方が勝ちですと。ただし、教授がね、パターを2つ持ってきて、A グループに、このパターは、どんなことをしても、入る不思議な魔法のパターだよって渡したそうです。で、B チームには、このパターは、ちょっと呪われてて、ね、あまり入りにくいパターなんですよって、でも頑張って入れてくださいねって言って渡したそうです。それで、結果、わかるでしょう？そう。A チームの魔法で入ると思っている A チームが、たくさん入れて勝ちました。不思議ですよね。そのパターには魔法も呪いも何もありません。ただのパターで、どっちがどっちを使ったって同じなんですよ。ただその人がそうだと思い込んだがために入らなくなった。入るパターだと思い込んだから入った。ただそれだけのこと。不思議なもんで、うん、病は気からっていうのもそういうふうな、やっぱり気持ちとかそういうふうなのもそうですよね。この褒め方にしたって、どこの部分を褒めたら伸びるか、チャレンジするか、挑戦するかっていうものがわかるということですね。ただね、この後どうなる展開かはわかりませんが、まーちゃんとしては、順番があると思うんですよね。必要な順番っていうのが。例えば、年齢によって、最初はおざなり褒めでもいいんだけども、例えば、そこが0歳。で、今度1歳になったら、今度人中心褒め。3歳になったら、何ですか？プロセス褒めとか、いうように、こう、
場面場面、年齢とか能力とか資質とかそういうものに合わせてこう組み合わせたり、新しくこう一そのおぞなり褒めと中心褒めを合わせたりとか、中心褒めとプロセス褒めを合わせたり、プロセス褒めとおぞなり褒めを合わせたりとか、そういう風なのもありなのかなってちょっと思いました。結構外国って一つのことに対して一つの結果、一つのことに対して一つの結果っていうものしかやらないので、これでいけばプロセス褒めがいいから、じゃあ皆さんプロセス褒め やりましょうって言ったところで、まーちゃんでさえもうプロセス褒めってちょっと難しいなと思うんですよ。すごく考えなきゃいけないですよね。言葉選びがすごく難しい。頑張って最後までやりきったね。やりきったっていうところの気持ちの部分を察しなきゃいけないし、失敗しても諦めなかったっていうところの諦めないところを察しなきゃいけない。で、いろんな方法を試して頑張ったんだなっていうところを見て努力した結果なんだっていうところを見抜かなきゃいけないっていうところが、ちょっと、なんて言うんだろう、難しいなぁとはちょっと思いますね。まあ、今後、これから、次ですね、どういう形で、教えてもらえるのか。うん。ということで、ご視聴長くなりました。すみません。ありがとうございました。面白かったなぁと思う方、チャンネル登録お願いします。また、面白くなくても聞いてくれた方、チャンネル登録をやっとグッドボタンお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。